この後のテレビ画面を撮影してツイッターでアップすると、みんなのサイン特製パネルにスタディのスペシャルメッセージをつけて1名様にプレゼント。さあ今日はアニメお化け図鑑のおかげとこの後登場するいろんなものを100名かけガッチャしましょう。これに時間は5秒間です。せーの、おはようございます。それでは本日ファーストテイスティングしてもらうおはともに登場していただきましょう。小学3年生ソフィアです。よろしくお願いします。ソフィアちゃんがファーストテイスティングしたい食材は何ですか？カニです。カニ、どうして？カニは硬そうでブツブツしているから味がなんか気になりますか？海の高級食材として大人気のカニ。でもソフィアちゃんからするとトゲのついた甲羅に覆われてる姿が美味しそうに見えず食べたことがないんだって。改めて今日食べるカニを見てもらうと美味しそうに見える？心地よく痛そうだし、全部痛そう。インターネットで見るよりは痛そう。あ、インターネットで見てた。食べられるから。今回は地元の皆さんに愛される名店カニ猿の名物カニシャルを用意。ソフィアちゃんのファーストテイスティング、その反応は？男性ブランク浦井さん、でも本当に
美味しそうだったよね。でもこれはあの見たみんながね、確かにあの食べたくなったんじゃないかなっていうふうに思いますが、ちょっと本番前静かにしてると思ったらそれ考えてもしかしたら明らかに静かでした。どうすいません、ちょっとすいません、ほらほらまだ食べたことないものがあるよっていう意味なので、ぜひともお箸にご依頼ください。はい、もう確実に速やかにそちら帰ってくまだわからないよ。
変かもしれんけど、全くしません、僕は。しない。本気で行かせてもらいますか。はい、本気で。さあ、じゃあ行くからよ。スタート。せーの。誰？解説してないよ。右にいるおじき
ケポテポとシューシューシュー。Oh my god。黒チャーハン出た。ジョブメドレーで転職。